ました。ロシアの民間軍事会社とどこがどう違い、具体的にどんな役割を果たすことになるのか。さらに EU の議長国となったハンガリーのオルバン首相が5日にプーチン大統領と会談する予定です。何が目的なんでしょうか。今日はアメリカの軍事会社の実態を読み解いていきたいというふうに思います。今夜のゲストをご紹介します。自民党参議院議員で元外務副大臣の佐藤正久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。元モスクワ支局長で朝日新聞論説委員の小牧昭義さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。報道193まででは番組のホームページや動画サイト、公式 SNS でも情報を発信しています。ぜひご覧ください。はい、まずはですね、ウクライナの今後にも大きな影響を与えるアメリカの大統領選をめぐる動き、バイデン氏の撤退を求める声が止まなくなっている。さて今後どうなるのか、まずは最新のバイデン、そしてトランプ氏の何を言ったのか、これを聞いていただきましょう。 Happy Independence Day。 4日、ホワイトハウスで独立記念日のイベントに登場したバイデン大統領、笑顔で写真撮影に応じるなど精力的に活動する様子を見せました。先週行われたテレビ討論では言葉に詰まるなど高齢不安が露呈したバイデン氏、4日放送のラジオ番組で当時を振り返りました。選挙戦の大事な見せ場で失敗したことを認め、これまでの実績を強調しました。That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. We're going to win this election. We're going to just beat Donald Trump like we did in 2020. We're going to beat him again.独立記念日に集まった観客からはこんな声も。You got me, man. I'm not going anywhere. 撤退するのかしないのか。ニューヨークタイムズによると、バイデン氏はホワイトハウスに集まった民主党知事に対し、今後は夜8時以降に予定を入れず睡眠時間を増やす対策を取ると語ったということです。一方この人は、SNS にゴルフ場での一コマを投稿したトランプ氏、大統領選の行方についてこう言い放ちました。はい、バイデン氏は撤退するのかどうなのか、デミさん。はい、まずは CNN の世論調査から見ていきましょう。CNN が2日に発表した世論調査では、バイデン大統領以外の候補者なら民主党は勝てると回答した人は 75% に上っています。そしてすでにですね、民主党の下院議員の2人撤退要求を表明しているんです。その一人のドゲット下院議員はですね、撤退という辛く困難な決断を下すことに期待していると述べまして、民主党の下院議員25人が撤退の要求を準備していると報じられています。そしてこうした中、バイデン氏の側近はですね、バイデン氏が側近に対してこんな風に発言したのではないかというふうにニューヨークタイムズが報じているんですが、数日以内に世論を納得させられなければ候補者として挽回できないかもしれないと、まあ、側近に弱音を吐いたと言われています。そしてバイデン氏が撤退した場合のポストバイデンですけれども、こういった顔ぶれが取り沙汰されています。現職の副大統領のカマラ・ハリス氏やニューサム・カリフォルニア州知事、ウィットマー・ミシガン州知事、そしてミシェル・オバマ氏らの名前が挙がっているんです。で中でもこのミシェル・オバマ氏の支持率が非常に高くてですね、ロイター通信が行った世論調査では 50% 対 39% でトランプ氏を上回る結果となっています。はい、これはまず何と言ってもパックに行きましょう。はい、パックはバイデン氏はこれ撤退すると思いますか。撤退する確率は僕今 15% 20% ぐらいと見て、そんな低い、本人が決めないと絶対ないですよ。もちろん、はい、周りから引き下ろすっていう手続きもないし、本人はまだまだやる気だということです。そうなんです。でジル夫人もまだまだいけるぞと言ってるんです。だからジル夫人が気が変わってバイデン大統領を説得すれば話が変わるかなと思うんです。でも本人がこの弱音を吐き始めたのは少し、まあ、希望の光かなと思ってます。希望の光ですか。はい、僕は多くの国民と一緒で、バイデンが変わったらもう、重罪の有罪判決を受けてるトランプ元大統領、性的加害者と、いうことも、民事裁判で認められたトランプ、元大統領、高齢で本人も結構忘れっぽいとか、その高齢者モーメントをいっぱい見せてるトランプ元大統領にバイデン以外は負けないんじゃないかなと思ってるんです。ですから世論調査の 75%、その民意に僕も近い思いを持ってるんですよ。ズバリ誰ですかね、ポストバイデン、もし撤退したらですけど。僕はウィットマーが一番適切かなと思って。ハリスさんじゃなくて、反ハリソンも多いです。ただお金をその引き継げるとよく言いますよ、選挙資金を。その通りです。ハリソンでもお金はなんとかなるんです。なんとかなるんです。どうなっても。でもハリスはバイデン大統領よりも人気が低い。この中でも珍しくバイデン大統領より、低水準の人気を誇る方です。ニューサムはカリフォルニアという、立派な州知事なんですけど、その州が今立派な状態じゃないんです。州は、移民問題とかホームレス問題とか、麻薬乱用問題とか、アメリカ全国がカリフォルニアのようになってほしいのか。なってほしくないよねっていう、この論調で反応されると絶対弱いんです。オバマさん人気あるけど本人は出る気ないというのを伝わってる。政治家じゃないです。今まで選挙に出たことないんです。オバマさんの出る確率は僕は 1% 2% 程度だと思います。さて佐藤さん、パックはこのウィットマン氏がなる、ポストバイデン一番最有力じゃないかと言ってる、いかがですか。私も今朝のラジオで同じこと言ったんです。え
そうですか。要は接戦州をどっちが取るかなんですよ。で今バイデンは今週のこの週末も行くのはミシガンとウィスコンシンに行くんです、はいはい、つまり今3つの接戦州にバイデンは力を集めていて、ペンシルベニアとミシガンとウィスコンシン、はい、まあ、接戦州のミシガンの知事ですから。これごめんなさい、どんな人なんですか。あんまり人物像をみんな知らないと思うんですけど、やっぱ非常に次の4年後の民主党の大統領候補という方で、議員もね、地方議員、はい、ミシガン州の議員もやってる方なんですけども、非常に弁舌もあって、はい、でやっぱりこのペンシルベニアとミシガンとウィスコンシンで120人ぐらいの来年取れちゃうらしいです。非常にそういう意味では接戦州の知事になると他の接戦州の方にも影響が出やすいと思います。で私も政治家なので非常に気持ちが分かるのはこの下院議員、ほうほう、気持ち本当分かりますよ。で下院議員って2年に1回選挙なんですよ。つまり大統領選とセット、今回はたまたま一緒の時なんですよ。でなんか岸田さんに降りてくれたと似てますね。まあそこは置いといて置いといて、道連れにするなと思う気持ち分かります。なるほど、一緒バイデンのままだと俺も落ちてしまうと。そうです、全部ですから、下院議員は全部の議員が改選なので、多分その動きっていうのはこれから広がってくる可能性があるし。そっか、じゃあ堤さん、なかなか無視できないですね、はい、この下院議員の広がりは。そうですね、その声がバイデン大統領も相当その気にしてる、有力なコラムニストなどが書いてる記事と同じように、民主党内の声というのをこう側近に聞いてるという状況なんですけども、私はですね、まあ、トランプ氏の側から見たら、ハリス氏が出てきたら組みしやすし戦いやすいと思ってたと思うんです。さっきの VTR もそういう感じでしたよね。つまり、バイデンよりもハリスの方がやりやすいとトランプ氏が思ってる。ただ逆にそこについてはそうではないという声も結構あるんですよね。つい最近同じように CNN がやった世論調査だと、トランプ氏が戦う場合にはハリス氏の方がバイデン氏よりも票が、例えば女性とかいうところの票がより集まるのではないかという声もあって、ね、しかもマイノリティの人の票を集めそうですよね。だからその場合の一番のポイントは副大統領候補に誰を持つ、でそれでその佐藤さんがおっしゃったように接戦州の中西部の出身の男性を副大統領候補に持ってくれば、そのハリス氏の強みがより高まるのではないかという、まあ、結局そういうもう組み合わせ論にも今踏み込み始めていて、もちろん私もイットマー知事が出てくればそれは相当有力だと思いますけども、ハリス氏が、バイデン氏がまずハリスにも頼むと言って、そうするとオバマ元大統領やクリントン元大統領たちもそこに乗っかってくると、そうなると逆のそれ以外の民主党候補にはハリス氏を引きずり下ろしてまで行くことはなかなか、それこそ2028年を狙ってる人ほど逆に今回は遠慮する可能性があります。佐藤さん、ハリスさんね、まあ、評判悪いとよく聞く、はい、まあ、例えば人によっては偉そうだとか、事務所でいろんな人が辞めてマネジメント力がないとか、いろいろ声聞こえてくる。要するに何が評判悪いんですか。思った以上にやっぱ花がないんですよ。まずでも副大統領はなかなか目立っちゃいけない分だけかわいそうとかありますね。でもそうか、花があるということで女性のまさに上院議員の成り立ての1期目の上院議員を辞めさせてまでこう選んだと。なった時、2つなった時はもう少し全然爽やかで、もう少し次の大統領だと、この番組でみんな拍手してましたよ、はい、結構ね。だけどついてみると意外とわがままで、実力もないし、人間関係のコミュニケーションもそんなに上手じゃないと、でだんだんこの魅力がだんだん薄れてきて、で実務能力もそれほどもなくて、ただ渡された紙をほとんど読んで終わりみたいな感じなので、あんま人気がないというのも事実で、ただ言われたように今の選挙資金、これ全部3億ドルぐらいらしいですね、それがそれを3億ドルですよ、すごいですよね。これを引きずることができるのはやっぱハリスさんだけで、他の人だと今まで献金した人の関係がいいとなかなかバイデン・ハリスで集めたお金ですから、他の人はそれ渡すことができないので、この一番全体的にやりやすいのは多分ハリスさんなんでしょうけども、いろんな問題があるので、今堤さんが言われたようにいろんな仕掛けをやらないと多分厳しいんだろうなと思います。小牧さん、どうありますかという質問でもいいですし、プーチン氏はどう思ってたのか。プーチン大統領は北総連盟の成り行きを守ってますよね。つまりアメリカの大統領の権威が落ちることが彼にとっては利益になるので、こういう騒動は待ち望むところですよね。でプーチン大統領今年の2月にバイデン氏について語っていて、3年前にスイスで会った時に彼は統治能力がないって言われてたけど、会ってみたらそんなことはありませんでしたとかですね、彼はヘリコプターから降りる時に頭をぶつけたと言われてますけども、それを批判できるのは今までみんな頭をぶつけるでしょ、頭をぶつけたことがない人だけ彼に石を投げなさいと、聖書の一節を引いて、明らかにこうバイデンをおちょくるというか、権威を貶める、その状況に今拍車がかかっているということ で彼にとっては多分、トランプ氏の方がやりやすい面はあると思うんですけども、そこに過度な期待はしていないと、むしろアメリカ全体の権威がこう落ちていくというところが最大の彼の利益だと。そうですか。パックン、じゃあですね、もしもの時どういう手順で決まるのか、間に合うのかということ、撤退もしした場合ですよ、この8月19日から22日まで民主党大会というのが開かれることになっていて、撤退した場合は党大会で候補者を推薦し、一人の候補者が過半数を獲得するまで問い続けるんじゃないかとも言われている、どう見ますか。この党大会の前後で手続きが全然変わります、今のところは予備選でバイデン大統領を推薦するというふうに、ほとんどの州の、デリゲートという、代表、議員が決まってるんです。もうそうしちゃいましたよね、5000人弱なんですけど、その5000人がこの、党大会に集まることになってます、でバイデンが撤退した場合は、ほぼ自分の意思で投票できるようになるんです。縛りがなくなる。そうなんです。ですから過去には、みんなが話し合っていろんな交渉とかあってやり取りがあって大統領候補を決めてたんですけど、今回はこれは非民主主義的なやり方だという非難もあるかもしれないんで、もしかしたら同時にオンライン世論調査を行って、それも参考にしながら、票の行き先を決めるかもしれないです。その州ごとに、はい、でこの党大会は初日にルールをまず決めるんです。なるほど。ですから変な話、今までと同じやり方じゃなくてもいい。
どうにかこの候補一人をここで決めなきゃいけないけど、その決め方は割と自由に先に設定していいです。ごめんなさい、もう一つだけ、候補者を推薦してあるけども、はい、今言ったような候補出たければみんな出れるのか、バイデン氏がもうこの人だよねってみんなそういう総意で事前に大体決まって承認するって形になるのか、どうなんですか。さっき佐藤さんが言った通り、バイデンさんがカマラハリスでお願いしますって言ったら、まあその、意見は汲み取られますけど、別にそこに拘束力はないです。ですからみんな手挙げた人は自由になれる。で、68年には1回も予備選に出てないハーバート・ハンフリー、候補がこの党大会で選ばれたんです。勝ったんですか。負けました。負けた。党大会で勝ったんですけど、結局本選挙で、ニクソン大統領が圧勝されたんです。党大会で勝ったんです。あ、つまり一人も一般人が投票してない、この議員だけが投票したわけです。佐藤さん、ごめんなさい、どうぞ。私がトランプだったら訴えますよ。この手続きは無効だと、裁判に。おかしいと。もともとね、共和党はもっと厳格で、代理になるときに一応誓約書を書いて、で、もう自分はトランプと、でこう代理になるわけでしょ、はい、で違う人を書いたらこれはカウントされないんですよ、共和党の場合は、民主党の場合も同じように誓約書を書くんですけども、良心に従いってすごい緩いんですよ。でまさに、バックさんが言われたようにすごい緩いんですけども、でも誓約書を一応書いて、でそれで代表として自分が選ばれたわけですから、で違う人を選ぶってことは手続き的におかしいってことを裁判に、トランプだったら訴える。いや、トランプはそう言うかもしれないですけど、バイデン大統領が身を引いたら、一回撤退したら、その拘束は全て解消されます。だから第2の正当性について、第2の誓約書を書いてますから、それについて言ったらかかる。でもバイデンがもう立候補を取り消したら、それ書いても投票できないんですよ。この党大会にバイデンがいないから、トランプは絶対そう言うけど、それは、まあ、トランプ分身なだけです。はい、ウクライナをめぐってまた新たな動きが出ております。アメリカがですね、さらに踏み込んだ支援をウクライナにするんではないかということで、 CNN はこれが大きな節目になるんじゃないかというふうにも伝えております。ちょっと見ておきたいんですが、アメリカもですね、これフランスなんかが今年に入って教官を派遣するとかいろんなことを踏み込んでます。この中でプーチン氏はかなり嫌がってるようだったんですが、アメリカもですね、長距離のミサイルをさあ供与しましょうということを認めたり、あるいは5月にはですね、ハルキウ、つまりウクライナのハルキウの防衛が目的ならロシア領内に攻撃してもいいですよということを、まあ要するにアメリカの兵器を使ってというのを容認したと。そして今度、今日のテーマなんですが、民間軍事会社の派遣容認を検討というふうに CNN が伝えている。さて、民間軍事会社というとですね、我々あ、プリゴジンかと、ロシアの民間軍事会社を思い出すんですが、今度はアメリカが民間軍事会社を送り込むということは、アメリカ人もたくさんウクライナに入るということなのか。じゃあこのアメリカの民間軍事会社はどんなことをするのか、中にいた人含めていろんなインタビューしてます。聞いてください。私たちは海外での軍事任務を支援するために、専門要員の募集、訓練、配備などを行う総合的な民間軍事会社を設立した。世界最大の民間軍事会社だったブラックウォーターの創設者エリック・プリンス氏。民間軍事会社の役割はあくまで戦場での後方支援だといいます。イラク戦争があった2009年のピーク時には、アメリカの民間軍事会社から1万5000人がイラクに派遣されていたといいます。役割はサポート的なもので、一般的には政府や制服組のギャップを埋めることである。政府軍や制服組にはないスキルがある。専門知識と経験を持って即戦力となる元軍人が多く所属している民間軍事会社。イラク戦争での役割を聞いてみると、反政府勢力やテロリストは外交官を誘拐したり殺害したりすることを望んでおり、また外交官を処刑する瞬間をメディアに大きく取り上げられることを望んでいた。私たちブラックウォーターの仕事は警備を提供することだった。イラクとアフガニスタンの間で私たちは10万人を超える人々の移動の警備を行ったが、私たちの警備下で死傷者が出たことは一度もなかった。実際、民間軍事会社に入っていたマイケル・ホーク氏。契約に関しては自発的に参加し戦場に行くことは分かっている。少しだけお金は稼げるが、リスクもかなり大きくなる。勲章ももらえません、賞ももらえません。死んだとしてもただ死ぬだけです。アメリカ軍の特殊部隊出身で、これまで9つの紛争地域を経験したといいます。私たちは厳格な交戦規則を定めている。多くの紛争を経験したが、自衛の場合を除き外に出て関与することは決して許されなかった。これは私がイラクで働いていた時もそうだし、アフガニスタンで働いていた時もそうだった。アメリカの民間軍事会社はロシアのものとは全く違う存在だといいます。プーチンがプリゴジンと彼のワグネルの傭兵に対して行ったこととは全く対照的だと言いたい。彼らは法の網をかいくぐる道具として使われたが、我々は常に軍を支援する道具としてのみ使われ、我々は兵士が基地の警備に時間を割くことがないようにしている。時には戦わなければならないこともありますが、厳しい規制があるといいます。民間軍事会社である私たちは活動している国の法の支配にも従わなければならない。そのためそのことについて多くの説明を受け、多くの訓練を受ける。私たちは発砲された場合にのみ発砲することができる。時には人を殺さなければならないことを意味する。そうした場合、私たちは報告書を書かなければならない。私たちは全てを説明する必要がある。彼らは鑑識を行い、私たちが法の支配を適用し、それに従って武力を行使したかどうかを判断する。そうでない場合は私たちは刑務所に送られる。それは常に起こっている。民間軍事会社を30年取材しているロバート・フェルトン氏。民間軍事会社の役割は時代によって変化していると指摘します。
アメリカや他の国には武器の大きなパッケージを売って多額の収入を得ています。これには戦闘機や技術、兵器が含まれており、通常は民間軍事会社のサービスと訓練、基本的なサポートも提供されます。兵器だけでなく、メンテナンスや兵士への訓練などをパッケージにして提供。そうすることでアメリカ国内での雇用にもつながるというのです。ウクライナへの支援が実は自国のメリットに。そうしたアメリカのしたたかさが裏にはあるといいます。民間軍事会社の人々を前線に送ることはありません。なぜならアメリカ人が前線で戦死すると、それが新聞の見出しになり、人々はなぜウクライナで戦っているのかというでしょう。多くの人々が気づいていないことですが、例えばアメリカがウクライナに10億ドルを提供するといった場合、その 50% から 70% が直接アメリカに戻ります。だからパトリオットミサイルや長距離ミサイルシステム F-16、 ドローンなどの装備を民間軍事会社のサービスと一緒に提供したがるのです。はい、まずはロシアのじゃあ民間軍事会社とどう違うのかを含めて、アメリカの軍事会社とはどんなものなのか、デミさん。はい、実はですね、アメリカの民間軍事会社からはイラク戦争の際は 1.5 万人、アフガニスタン戦争の場合はおよそ 2.3 万人が派遣されていたというんです。そしてこの民間軍事会社ブラックウォーターの創設者のプリンス氏は、この民間軍事会社の役割について、主導的な役割ではなくサポート的な役割である、政府や政府組にはないスキルでギャップを埋めると話しています。そして具体的な活動内容ですけれども、戦地の外交官の警護、基地の警備、そして医療や食料など兵站を担当していたということです。そしてアメリカ軍出身で元民間軍事会社に所属していたホーク氏がこのように発言しています。ロシアのワグネルは法の網をかいくぐる道具で、それとは対照的だと。発砲された時のみ応戦など厳格な抗戦規則があり、現地の方にも乗っ取らなければならず、政府の厳重な監視もある。戦場でお金を稼げるがリスクもかなり大きく、死んでも勲章ももらえないと話しています。はい、このイラク戦争は 1.5 万人というのは延べじゃなくてですね、2009年のピークの1年間で 1.5 万人ですから、まあ、延べにするともう10万人単位ということになるのかもしれません。さて、佐藤さん、イラクにも行かれて、はい、現地でも見たかもしれない、はい、いかがですか、これどういう役割をアメリカはと。アメリカはやっぱ傭兵とは民間軍事は分けていて、はい、やっぱ軍の一部として戦闘行為を行うということは民間軍事会社はやっております、うん、で、まあ、実はアメリカだけではなくて、イギリスとか多くの民間の軍事会社がイラクにはいます、うん、でやってる仕事は大使館等の、警備、あるいはこの、まあ、要人警護と、あるいはその基地警備と、まあ、そういう補佐的なものと加えて、やっぱ兵站、うん、私がいた時もアメリカのこの兵站輸送とか、あるいは食堂の運営というのは当時のチェイニー国防副長官の会社の KBR、うん、これが一点になったので、うん、相当儲けたと思います。イラク全部でクエートから全部の輸送からものすごいコンボイ、トレーラーが全部こう民間軍事会社で、ある種命かけだから、まあ、高いわけですね、お金も、うん、はい、で加えてその、日本の場合も、まず一緒に行った外務省のサマー事務所の人間も一応、民間軍事会社の経営を受けながらこう移動したりというものをしてましたし、実際イラクの大使館も日本の大使館も民間軍事会社、これ今でも使ってますし、うん、あるいはJICA、これも使ってますし、うん、ある国では。でまた日本の民間企業、例えばイラクの方で今、発電所とかいろいろ石油関係とかやってますけども、うん、日本企業も同じように軍事民間軍事会社の支援を受けながらこう活動してると、うん、それは現地なり海外どということですか。日本の民間軍事会社もあるんですか。はい、日本の民間軍事会社じゃなくて、日本企業がイラクでのプロジェクト、はいはい、外で借りるということですね、はい、いう形で、そこは違います。傭兵と軍事会社は違います。ただ給料がものすごいですから、やっぱ1日1000ドルもらう人もザラだと、うん、まあ、もっと高い人もいるし、もっと高いで特に1日だいたい1000ドルっていうのはもう普通ぐらいで、うん、もっと高い人もいますけども、ただもうずっといるわけじゃなくて、もう私が一緒に仕事した人間たちはだ1週間でローテーションするんです。1週間いたら違うチームに変わって、あれドバイに戻ってずっと休んで、またこう帰るという形のシステムを作ってました。小牧さん、まあ、ロシアのワグネルは法の網をかいくぐる道具で、それとは違うんだと。我々はジュネーブ条約も守る。